今一度盛大な拍手をお願いいたします。この追走ジャーニーという作品、今から皆様にご覧いただけると思うんですけれども、実際にこの場所も、映画の中でたびたび登場してくると思います。なんていうか、すごく素敵な思い出のある場所なので、そういった場所でこの完成披露上映会をできてとても嬉しく思いますね、はい、先ほどからですね、一見っていう文字があれまあ、奇特な方がいらっしゃるありがとうございます。でも、なんかついさっき作ったでも嬉しいです、嬉しいです、ありがとうございます。すいません、仕込みじゃないですよね。今回の作品でいくと、僕松田君とこの前の作品で一緒にやってるんですけど、そこで松田涼という役者を見て何かもう一本やりたいなと思って始めた企画なんで、もう松田君ありきの企画で瀬戸座に泣くとやってます。なんで自信も期待通り、もう皆さんそうなんですけども、期待通りの作品出来上がったと思ってます。ちょっと思い出しましたよ。そう、今光栄君が自分で思い出を語っててパッと思い出したんですけど、彼ね、自分のシーンが終わったのに帰んなかったんですよ、なかなかなんだったら役の衣装のまんまうろ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 してなんか隣に来て、なんかいろいろ質問されて役者としてのどうのこうのえらい力入ってんなと思って、でも喋ってるうちに俺も昔そうだったなと思いながらいろんな話してて、したらよく見たかな、なんとなくみんな詰まってきてっていう瞬間があったのをすごく思い出しました、なんかそのやっぱりこの作品参加させていただく上で、本当に学べることはとにかく学びたいってそう思っていて、池江さんとか出演されてるドラマとかをやったり多く見させていただいてましたし、もうこの世界で生きてきた大先輩として、やっぱりこう僕には何もわからない、本当赤ちゃんのような存在で、その僕がいろいろ学びたいと本気で思っていたので、いろいろ聞けることがあれば少しでもちょっと聞きたいなと思って、うろちょろするふりをして一計算の暇を置いただけなんですけど、こういう若い人たちにがっかりされないように俺も踏ん張んなきゃってなんか思ったりもするので、いい思い出ですよ。めちゃくちゃ今暑いじゃないですか。すっごいここ寒くなかったですか。寒かったよね。そうそう。寒かった。すっごい寒くて、多分近くに川もあるんで、寒かったなと思って。はい、そういう思い出があるんです。今暑いのにめっちゃ寒かった。季節って本当変わりますよね。優しい。浩平が言ってくださった話をあれすると、なんか年々こう感度みたいなものが生きていく中で経験を重ねたりとか、いろんな出来事、なんて出会いがあったりして少なくなってくるじゃないですか。なんかこう今も夏だなって、今の一言で俺はそうだ夏だなって思えたんだけど、今日も、来る時になんて言うんだろう、僕すごいそういう感性って大切だと思うんですよ。なかなか薄れかけているようなものを、僕はセミの音一つで、あ、夏だなと思って撮影現場のことを追想できるし、そういったことの重なりがいっぱいある中で、正直すごくタイトなスケジュールの中でここで一慶さんと浩平とかと他の演者の皆様とお芝居した記憶しかなくてでもそれが僕にとっては一番追想したい記憶なんだなと思うんですけど、なかなかカメラの前で舞台上に立ってお芝居させていただく経験っていうのがなかったので、そういったものが必ず今から皆さんにご覧いただく映画には出ているはずなので、僕が追走したかった記憶は今からご覧いただけると思います。はい、思い出は独特な緊張感、それがちょっと出てる気がする、そうですね。
松田君はその作品を一緒にやってて一慶さんなんかもずっと見てるんですけど、まあ、樋口君が僕がこう、まあ、何作かもちろん見させてもらったんですけども、やっぱりもういいんですよね、本当に。これもネタバレダメなんですけども、本当にいいんですよね、なんかめちゃくちゃ期待感のいや本当に、ね、まあ、トアのシーンがそっからがもう、ね、物語も含めてバタバタバタって言った時にはここスクリーンでぜひこの樋口公平を見てほしい。僕にとってはちょっとふさわしい言葉が今の僕では探しきれなかったんだけど、今の僕が唯一こうなんじゃないかなと思うのは僕にとって希望です。なぜかというと本当に今お芝居が楽しいなっておっしゃってたんですよ。それが僕はすっごく嬉しくて、お芝居というものに対してこうやって皆様に見ていただく作品を作っていくことに対して何か気持ちが薄れてしまったりというか心の火が消えそうな時があるんですけど、いろんな経験をされていろんな人生を俳優として歩いてきたのに、今それをまた今のご年齢で今のキャリアで今の一慶さんで今本当にお芝居が楽しいって言ってくださると、僕はとても希望と夢が持てるんですよ。あ、俺いつか一慶さんのように俳優として今本当に楽しいんだって同じ立場にならせていただいた時には絶対言いたいな。本当に僕がかっこいい、僕がなりたいとか思う男性像をそのまま持ってらっしゃる方だなと思っていて、それは言動だったり発言だったりワードセンスだったり本当にもう全て兼ね揃えて、で左利きなんですよ本当にかっこよくて僕は君は左利きなの、僕右利きなんですよ。だからこそ左利きってすごくかっこいいなって思うし、でも本当にかっこいいっていうのをまず言いたいのがあって、ちょっとそれをもっとお話したいんですけど、多分あれもあるので、はい、そこを一緒してみて、うん、りょっくんはね、最初僕、舞台を見に全然違うんじゃない、撮影してる時もどっかで全然違うんだけど、で出来上がった作品を見た時に、ああ松田亮という役者さんは本当にその今回特に、まあ、演じたいけど等身大に近い感情のシーンがいっぱいあるじゃない、だから土台がしっかりしてる ぶれない役者さんなんだなって思いました。それはもういろんなご縁の重なりで、今作はいろんな方のお力のもとクラウドファンディングという形でも、映画に参加していただいたりとか、さまざまな方の力のもと撮影クルーの皆様とか演者の皆さんももちろんなんですけど、この映画が出来上がりました。端的にと言われると難しいほどのものが多分ここで表現されます。僕たちがつい作りたかったものっていうのはこれです。で追走してその旅を終わった後にビエナクトという言葉がどういう意味か皆様もしよかったら調べてみてください。そういった声がとても多く広がるとこの作品も、とてもこれから盛り上がっていくと思いますので、ぜひともちょっとこれからこの作品追走者にビエナクトよろしくお願いします。まあ、誰でも過去に戻ってあそこのやり直したいということがあったりもします。でこれはそういうことをちょっとやっていく映画なんですけど、まあその先に見えるものが大事ということかな、うん、見ていただければ分かるって言っちゃうとそれまでだけど、うん、でとてもほろ苦い青春映画だなと僕は思いました。うん、楽しみです。皆さんがこの映画を見てどんな顔になるのか、はい、ぜひお楽しみください。ありがとうございます。僕はこの作品はすごくこう皆さんにとって共感できる部分が多いのではないかなと思ってます。こう本当にもしかしたらユージさんのようにお過去に戻ってあの時のあの瞬間を本当にやり直したいとか、そういった思いが今ここに来てる方の中にも あるかもしれない人がいると思うんですけど、なんかそこも含めてそういう人たちにも寄り添ってくれるようなそんな作品になってるのではないかなと思うので、皆さんが、あと1時間後、1時間半後笑顔になってそこを出ていくのを僕想像しながら僕も楽しみに見ていたいなと思いますので、これから見ると思うのでよろしくお願いします。